県の人口が2050年までにおよそ50万人減少するという驚きの推計がある一方、昨年度県内への移住者は過去最多に。高齢化深刻な金山町で始まったある挑戦とは。この天井のこう黒い梁を見せたいので、今解体作業をしてます。古民家をリノベーションし民泊経営の準備を進めるのは、金山町に移住して5ヶ月の真鍋一郎さん。なんと沖縄県石垣島からの移住者なんです。ゆくゆくは農業 と、宿で生計を立てたいなと思ってた時に、この金山町の、赤かぼちゃとこの古民家に出会ったので、でやっぱり四季が色濃い場所っていうのが僕の条件だったんですけど、そこにぴったり当てはまるのが金山町だったので、ここに移住を決めました。町にすっかり惚れ込んだ真鍋さんは町内の温泉施設へ。仕事の疲れを癒すためにと思いきや。真鍋さん、はい、この格好はこちらで。そうですね、もうエプロンしてこちらで接客するような形になります。真鍋さんはお客さんではなく臨時スタッフとして働いているんです。これは受け入れ側の地元の事業者にとってもメリットが。突発的に宴会が入ってしまうと、どうしても人手が足りない時とかに、この日にお願いしますってお願いすると、派遣の方が入ってくださって。人口減少が進む金山町の人口は現在1700人余りで、20年後にはさらに半分にまで減少すると推計されています。一方、金山町への移住者はこの10年でおよそ90人と年々増えてきています。真鍋さんのように仕事が軌道に乗るまで収入を得たい移住者と、忙しい時期に雇用を確保したい事業者、これをマッチングしているのが奥会津金山副業協同組合、通称金福です。1週間なり2日3日なりって、短いスパンでも事業所にとっては少ないお金で、かつそういう忙しい時にその人たちの仕事を賄えるというか、そういう形になりますので。金福では現在20の事業者と移住者8人が支え合う関係を築いています。醤油味でいいです。お醤油味でいいです。あ、醤油、はいはい、3年前に東京から地元金山に U ターンしたこの女性は、金福で出会った人たちとのネットワークを通じて町の魅力を映像で発信する会社を立ち上げました。次はこちらが仕事を依頼する番と意気込みます。私たちみたいに地元で起業した人間は、今度起業したからこそ大きくなれば、今度金福さんにこちらから派遣をしていただく人を頼んで派遣してもらうとかっていう、この事業主になる可能性も出てくるので、それはなんかすごく楽しみなことだなと思います。移住者の意気込みは町の活気にもつながります。地域に溶け込んで積極的に活動している人たちとか、あと金山町を PR するために観光とか、そういう意味で世界に向かって PR するような人たちとか、そういう人たちが移住してくれたことによって、全然この町の雰囲気が変わってきたと思います。これまでの町を作ってきた人たちと、これからの町を作ろうとする人たち、
その支え合いが金山の未来を彩ります。